本当に来てよかったのかな。ああ、どうしよう。でも、ひょっとしたら。いや、無理だって、今までも。でも、あ、遅れてごめん、静香。さあ行こう行こう、イケメンだよ、急がなくちゃ。ほら静香、行くよ。私は、あ、こんばんは。こんばんは。やばい、声もイケメンだわ。そんなことないよ、お二人だって可愛いですよ。いや、その、私ちょっとトイレに行くね。あ、ちょっと静香。もうダメ、やっぱり男の人が苦手なのに待ち婚なんて無理だったんだ。女の子が一人でいると危ないよ。すごい美人。もしかして具合悪いの？あ、いえ、大丈夫です。 ありがとうございます。あ、入り口のあの人だ。それならよかった。お姉さんはどうしたんですか？私はつまらなくなって出てきたの。もしかして君も？つまらないというか、こういうところ初めてだったので、うまく空気になじめなくて。近くで見るとさらに美人だ。じゃあ一緒に抜け出そうか。私は霧島亮っていうの、よろしくね。小南静香です。カクテルってこんなに美味しかったんですね。私でよかったらまた一緒に飲もう。嬉しいです。静香ちゃんのこといろいろと知りたいな。あ、本当ですか？その大学、私の学校の近くですよ。本当？じゃあ今度ランチどうかな。はい、ぜひ。はあ、本当に綺麗なのにとっても気さくで憧れちゃう。もっと仲良くなれたら嬉しいな。それにしてももったいないよね、男が苦手なんて。静香ちゃんこんなに可愛いのに。そんな、私なんて全然です。りょうさん、女の人なのになんだかドキドキしちゃう。りょうさんは彼氏さんとかいないんですか？私は彼氏は作らないから。そうなんですか。止めてもらっていいんですか？いいのいいの、もう遅いでしょ。お邪魔します。静香ちゃん、どうしたんですか？嘘、酔ってるから？それともりょうさんって？りょうさん、ダメ、どうしたら。ごめんね、静香ちゃんがあんまり可愛いから我慢できなくなっちゃった。声が、りょうさん、男なのですか？どっちだと思う？